変な停車駅の東北新幹線はやぶさ号の旅。ここからははやぶさ号の本領発揮と言いたいところですが、この先は北海道につながっています。さあ、ここは青森県青森市東北新幹線の新青森駅です。今回はこの新青森駅から仙台駅を目指します。新青森から仙台まではハヤブサ号を使うのが一般的です。ハヤブサ号はいろんな停車駅パターンの電車が走っていますが、今回はその中でも1日1本だけの運転、唯一変な停車駅で走るハヤブサ号をご紹介していきたいと思います。新土地の身になる新幹線、今回も最後までよろしくお願いします。新土地のズームイン JR、 次回は東京駅から君津駅まで内房線直通のさざ波に乗車、お楽しみに。ということで、今日乗る電車はこちら、新青森駅6時49分発はやぶさ8号の東京駅です。まずはやぶさ号は2011年、東北新幹線を E5系で運転することに合わせて設定された新幹線です。当初は新青森発着の便ははやて号がメインでしたが、徐々にはやぶさ号に置き換わり、現在は新青森発着は一往復以外は全部はやぶさ号として走っています。それがゆえに停車駅が様々にあり、必ず止まるのは新青森、盛岡、仙台、大宮、東京のみ。その他、仙台から大宮のノンストップ運転はデフォルトですが、それ以外は便によって異なります。そんな中、今回乗るのは上り1本だけ運転される新青森から東京を走る便で、一番停車駅が多い便です。そして今回乗る電車はすでに止まっています。こちらが今回乗る東北新幹線変な停車駅のはやぶさ8号東京駅です。新青森始発で今日は E5 系10両での運転でした。はやぶさ号は E5 系以外で走ることはまずありません。というか、最初ははやぶさ号用としてデビューしたこの E5 系も、いつの間にか旧型車両を置き換えて山彦号、那須野号などとしても走るようになりました。東北新幹線が E5 系だけになってしまう日も近づきつつあるみたいです。また後々詳しくお話ししますが、この電車、仙台までは特定特急券および自由席券で乗れる新幹線となっています。新青森を発車。新青森から仙台まで変な停車駅の東北新幹線はやぶさ号の旅がスタートしました。今日の目的地、仙台までの所要時間は2時間と7分。他のはやぶさ号は1時間30分強くらいで結んでいますので、同じはやぶさ号なのに所要時間が長いみたいです。その理由は停車駅にあります。この先、途中は八戸十和田、八戸、二戸、岩手沼区内、盛岡、ここまでは一部のはやぶさ号と同じ停車駅ですが、その先は仙台まで通過というわけにはいかず、北上、一ノ関、古川と止まっていきます。これは新青森から東京を走る新幹線では一番停車駅が多いようです。ということで、今回は目的地の仙台までこの変な停車駅のはやぶさ号が止まる駅について全駅見ていきます。電車は新青森駅を発車したら、しばらくは青森県内を走行します。この東北新幹線が新青森まで全線開業したのは2010年。ただ皆さんご存知の通り、東北新幹線は段階的に開業しており、この新青森から八戸までの区間が一番最後に開業した区間となっています。またこの区間はいわゆる整備新幹線として開業した区間で、設備もしっかりしており、新しめなことが特徴です。とはいえ、来年で開業から15周年を迎えるところにまで来ています。そして今回はまだ冬の映像ということで、本州でも寒い方に入る青森県は雪が残っているところもあります。この暑い夏には映像からもひんやりとした感じが出ていいでしょう。さて、新青森発車から14分、電車はまもなく七戸十和田に到着します。新幹線ですから、一駅間でも
10分前後の所要時間がかかるようです。この駅はハヤブサ号は一部が止まる駅です。八戸から新大森まで最後に開業した区間の唯一の途中駅で、七戸町内に位置しています。七戸町は青森県東部に位置する、人口は約1万3000人の自治体です。鉄道は東北新幹線しか通っていなく、町内唯一の駅はこの七戸十和田駅となっています。1日の乗降客数は560人、新幹線で客単価が高いとはいえ、この利用者数は少なすぎかもしれません。なおこの駅は青い森鉄道で言いますと野辺地駅にあたり、昔は七戸と野辺地を結ぶローカル線も走っていましたが、残念ながら新幹線の開業前に廃止されました。大港の方に向かうには八戸で乗り換えしていくことになるようです。なおホームは相対式の構造、東海道山陽新幹線とは異なり、西武新幹線は全部の駅に待機可能駅はありません。電車は八戸を発車。この駅は東北新幹線が2002年に開業した時の終点です。本当は新青森まで一気に開業できればよかったのでしょうが、段階的な開業となりました。盛岡までの開業が1982年でしたから、20年も遅かったようです。ただこの駅は一部のハヤブサ号が止まる駅、1日4本八戸すら通過してしまうハヤブサ号が走っています。そんな八戸駅は駅名の通り八戸市内に位置しています。八戸市は青森県東部に位置する、人口は約21万人の自治体です。青森県では2番目に人口が多く、主要都市の一つとなっています。市内では寒い地域ならではのスケートやアイスホッケーが盛んであり、京都八戸の別称がつくくらいであるそうです。なおこの八戸駅には新幹線や青い森鉄道線以外に八戸線も乗り入れしています。八戸線は八戸から岩手県の久慈までを結ぶ路線で、三陸海岸方面のアクセス路線として機能しています。そしてこのハヤブサ号はここから先もしばらくは各駅に停まっていきます。ということで新青森発車から39分、電車はまもなく二戸に到着します。七戸、八戸、二戸と東北地方北部らしい地名が続いていました。この駅は岩手県内の駅、なんとか平駅は青森県のイメージですが、実は岩手県内にもあります。ちなみに IGR 岩手銀河鉄道線では一戸駅、二戸駅、そして青い森鉄道に入りますと三戸、八戸駅があるようです。四戸、五戸、六戸駅についてはありません。そしてこの駅は二戸市内に位置しています。二戸市は岩手県北部に位置する、人口は約2万3000人の自治体です。漆生産が盛んであり、浄法寺漆という名産品があるそうです。また市内には福岡という地名があり、真逆だろと突っ込みたくなるポイントもあります。そしてこの二戸駅の1日の乗降客数は約540人、在来線の IGR 線も590人しかいないため、そもそも地域的に鉄道の利用者はかなり少なくなっています。ちなみに八戸から盛岡まで二戸だけ止まる新幹線も運転されているそうです。ただ今回は各駅に止まります。ということで電車は隣の岩手沼区内を発車。この駅はハヤブサ号の一部が止まる駅です。開業時の駅名は沼区内でしたが、新幹線が開業するタイミングで岩手沼区内に改称しました。ちなみに駅名の岩手というのは岩手県のことではなく、駅が位置する岩手町のことになるそうです。岩手町は岩手県北部に位置する、人口は約1万1000人の自治体です。もともとは沼区内町をはじめとした4つの自治体が合併してできました。ただ岩手の冠を持つ自治体にしては人口や知名度が少し足りないと感じます。そんな岩手沼区内駅の1日の乗客数は50人ぐらい、これは東北新幹線の中では最も少ないそうです。コロナ禍は30人台にまで落ち込んでいたので多少回復しました。ちなみにこんなに利用者が少ないですが、つい最近まで緑の窓口があったことでも有名な駅です。
そして今回乗っている電車は盛岡まで各駅に止まるはやぶさ号ではありますが、駅間は何キロメートルも離れており、しっかり速度を出して走っていきます。なお新青森から盛岡までは整備新幹線区間ですから、最高速度は260キロとなっています。しかし来たる2030年代の北海道新幹線札幌延伸の開業に合わせて、少しでもスピードアップをするために、現在は320キロに最高速度を上げるための工事を行っています。具体的には防音壁の設置などを行っているそうです。ちなみに今回は通りませんが、福島駅の山形新幹線のアプローチ線設置もその一環であると思われます。東北新幹線及び北海道新幹線での遅れを必要以上に他の路線に影響させないように、様々な施策が行われているようです。 JR 東日本は新幹線がすでに全線開業済みです。そのため今後はいかにそれらの路線を維持していくかが焦点となっています。さて新青森発車から1時間と5分、電車は間もなく盛岡に到着します。この駅は全部のはやぶさ号が止まる駅です。なおここまで八戸だけ止まる便が52分、盛岡までノンストップ便が48分で結んでいますので、徐々に停車駅によって所要時間差は開きつつあります。そして盛岡駅は岩手県の県庁所在地で、岩手県内では最も利用者が多い駅となっています。1日の乗客数は約5900人、まだ盛岡発着の新幹線も多く運転されています。具体的にははやぶさ号だけでなく、やまびこ号も盛岡からは東京方面に走っているようです。そしてここまでの新青森から盛岡までの区間がいわゆる整備新幹線区間であり、これより南の区間は40年前、1982年に開業しました。そのため駅構内などを見ますと、ちょっと古さを感じるところです。またこの駅は秋田新幹線との合流駅となっています。秋田新幹線では小町号が運転されており、現在はほとんどの便ははやぶさ号と連結して走っています。そしてこの電車、盛岡駅は一番外側のホーム11番線に到着します。また盛岡では8分停車、果たして何の停車時間であるのでしょうか。ただ盛岡では小町号との連結はありません。このはやぶさ8号は日によっては小町号と連結して走ることもあるみたいですが、この日ははやぶさ号単独として走るみたいです。そして8分後には仙台まで各駅に停まるやまびこ号が運転されています。それならばこのはやぶさ号はこの先飛ばして走ればいいのにと思ってしまいますが、盛岡から先もちょこちょこと止まります。ちなみに現在のダイヤでは9分後に各駅に停まるはやぶさ号が走っているそうです。そして反対の下りホームからは小町号が発車します。本来は盛岡駅で上下の小町号がすれ違って発着することが想定されているダイヤですが、残念ながらこの日は上りの小町号は走っていません。なお奥のホームから出発する小町号は仙台始発の便で、仙台から盛岡までの新幹線各駅に停まるレアな小町号となっています。さらにその後ろにははやぶさ号新函館奥戸行きが停車中です。あの下りはやぶさ号は盛岡でなんと10分も止まっています。電車は盛岡を発車、本当に連結はなく出発していきました。なおこの新青森および新函館発着のはやぶさ号は、基本的には盛岡から上り方面通過運転をはじめ、仙台までノンストップ運転で走ります。ここからははやぶさ号の本領発揮と言いたいところですが、この便に関しては違います。この先は北上、一ノ関、古川と盛岡から仙台までの途中の主要駅にも止まっていくようです。一ノ関だけ止まる便というのも走っていますが、東京発着で盛岡から仙台までこんなに止まるのはこの電車唯一のことであるようです。また盛岡から仙台で途中の停車駅を持つはやぶさ号は盛岡発着で走るものですが、この便だけは新青森発着で走っています。ただ途中に停車駅があることから、盛岡から仙台でもなんと自由席特急券で乗ることができるようです。やまびこ号の代わりとして走るこのはやぶさ号も同じ制度がありますが、通過駅を持つはやぶさ号なのに自由席特急券で乗れるのはか
かなり乗り得かもしれません。そして盛岡の次は北上に泊まります。途中は新花巻の一駅の通過です。一駅通過とは言っても駅間は 50km くらい離れていますから、しっかりと速度を出して走ります。おそらく最高速度の 320km が出ていたでしょう。こちらは一瞬で新花巻を通過。この駅は一部のはやぶさ号とやまびこ号が止まる駅です。このはやぶさ8号が止まらない駅については、この後9分後の各駅に止まるはやぶさ号を使うのが東京まで一番早く行く方法です。ダイヤ改正前はこの電車やまびこ号であり、東京まで急ぐ場合は仙台で乗り換えが必要でしたが、今は1本で行けるようになりました。またさらに30分前にも各駅に止まるはやぶさ号が走っています。この時間帯は東京直通の新幹線が充実しているようです。なお新花巻駅は釜石線との接続駅ですが、新幹線のダイヤとは全然噛み合っていませんでした。さて新青森発車から1時間と27分、電車は間もなく北上に到着します。この駅は新青森からのはやぶさ号は1日 1.5 往復のみの停車です。この北上は岩手県内4番目の自治体として盛岡との結びつきが強く、盛岡から北上までは在来線の東北線も本数が多く走っています。そしてこのはやぶさ号はもしかしたら岩手県内の主要都市から所要時間アピールのために走っている便なのかもしれません。先に言ってしまいますと、北上、一ノ関、古川の各駅で後のはやぶさ号の通過待ちはなく、すぐに発車します。ここが盛岡から仙台を各駅に止まるはやぶさ号と違う点です。ちなみに北上から東京までの所要時間は2時間と17分。確かにこれは他の便と比べて最速でありました。また北上から乗る人も多少はいるみたいです。北上の次は一ノ関に止まります。途中は水沢井差の一駅の通過です。この電車、在来線で言うと特急というよりかは快速のような電車ですが、駅間でのスピード感はどの新幹線にも負けません。ものすごい勢いで進んでいきます。またこのはやぶさ号は仙台到着は9時前くらいであり、通勤にも使うことができるでしょう。北上、一ノ関、古川駅にとっては在来線でいうまさに通勤快速のような新幹線だと思います。電車は間もなく水沢井差を通過。この駅の1日の乗客数は約700人。盛岡から仙台までの通過駅では2番目に利用者が少ない駅です。ちなみに一番少ないのは先ほどの新花巻駅でした。それにしてもはやぶさ号の通過運転は本当に圧巻だなと感じます。電車は一ノ関を発車。この駅は岩手県内2番目の都市一ノ関市の中心駅です。一ノ関については新青森方面からのはやぶさ号が1日2本止まっています。そのうち1本が東京までの直通便です。どうやら上りの一ノ関に止まる東京駅のはやぶさ号は北上や古川にも止まるこの8号、一方で下りについては北上や古川は通過で一ノ関だけ停車となるようです。これは古川はまだしも北上の利用者にとっては少しかわいそうだなと感じます。また残りの1本というのは先ほど盛岡駅で見た仙台発着の便です。仙台発着のはやぶさ号はなかなか面白く、はやぶさ号とは言いますが東北新幹線内での通過駅は一駅もありません。さて電車は次は古川に止まります。途中は栗駒高原の一駅の通過です。栗駒高原駅、駅名からでも利用者が少なそうですが、果たしてどれくらいのスピード感で通過していくのでしょうか。さあ電車は引き続き高速で走っています。宮城県内に入り雪は溶けていますが、かといって農業はまだ行われていない季節ですから、景色を見ると殺風景になっていました。また天気が曇っているのも相まってあまり元気がなさそうに見えますが、あくまで冬の映像であり、今は田んぼの緑で綺麗なはずです。そして通過駅一瞬なので見逃し厳禁です。電車は間もなく栗駒高原を通過します。この駅は東北新幹線の盛岡までの開業後1990年に開業した駅であり、 JR になってから開業したこともあってか、
ひらがなが駅名に使われています。駅名に漢字以外が使われるようになったのも JR になったことの証の一つとも言えるでしょう。民間企業としてお堅いイメージをどうすれば親しみを持ってもらえるか考えた策の一つだと思われます。そんな栗駒高原駅ですが、一番早く東京まで行けるのは早草号です。この先古川駅で通過待ちがない早草号であれば、なんと2時間かからず行けますから、これはこの電車が速達性のために通過でも仕方ないのかもしれません。さて、新青森発車から1時間と53分、電車は間もなく古川に到着します。青森県内から乗っている人からしますと、そろそろ飽きてくる頃でしょう。通常の早草号であればもう仙台を出ていますから、その気持ちはわからなくはありません。この駅は一部の早草号が止まる駅です。現在は東京発着では1日7本の早草号が止まっています。それに加えて山彦号も運転されており、自由席ユーザーにとっては過度に時間がかからず、安く早く移動できて便利な駅でしょう。実際この早草号は古川から東京までは1時間50分で結び、昼間の山彦号は2時間10分で結んでいますから、たった20分差で1000円近く安くなると考えればお得なのかもしれません。そしてこの古川駅が仙台まででは最後の停車駅となっています。古川の次は今日の目的地仙台に停まります。この区間は隣同士の駅ですが、駅間は 40km 以上でかなり離れており、電車はしっかり速度を出して走っていました。ということで、新青森発車から2時間と7分、電車はまもなく今日の目的地仙台に到着します。新青森発着のはやぶさ号では日本だけの仙台まで2時間を超える便です。そして今回の新青森から仙台までの変な停車駅の東北新幹線はやぶさ号の旅、新青森から盛岡まで各駅に停まるだけでなく、その先も北上、一ノ関、古川と盛岡から仙台までの主要駅にも泊まる便でありました。こんな停車駅で走る理由は、おそらく北上、一ノ関、古川からの速達性のアピールです。この電車は盛岡駅で8分止まっていたものの、それ以外の駅では通過待ちや過度の停車時間はなく、ある意味最大公約数的に利用者を集められる電車であったと思います。これによって盛岡から仙台までは通過駅があるのに自由席で早草号に乗れるなど、お得な面もありました。また運転時間帯的にも東京への出張や旅行、さらに仙台の通勤にも使える便であったと思います。そして目的地の仙台駅は13番線に到着です。この後はこの電車のその後について見ていきたいと思います。乗ってきた早草8号は次は大宮に停まります。早草号はどんなに停車駅が多い便でも、仙台から大宮までのノンストップだけは譲りません。当初はいい五軒を象徴する新幹線として運行を始めたこの早草号ですが、現在はどちらかといえば仙台から大宮までをノンストップで走り、東京から北東北までをくまなく速達輸送するのが売りとなっていました。また仙台では14分乗り換えで山彦号にも接続しています。ですから盛岡から東京まで全区間通過運転をしながら東京まで向かうことも可能なようです。そしてこの新達の気になる新幹線、次回は7月の下旬に配信を予定しています。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。